フィード・フラビニーは、マリー・ダグー・マリエ、コンテス・ディー・アグルの名でよく知られ、ダニエル・ステルン・ダニエル・スターンというペンネームで、作家、ジャーナリストとして活動した。またフランツ・リストの愛人で、コジマリストの母である。亡命フランス貴族の AVF ・ド・フラビニー死者の娘として、フランクフルトに生まれた。 フランスで教育を受けた後、10歳の時にフランクフルトのサクレクール修道院で過ごした。16歳の時に修道院を出ている。1827年にダグー伯爵と結婚した。伯爵との間にはルイーズ、クレールの二人の娘を設けたが、1835年に離婚した。1835年から1839年までフランツリストと ジュネーブやイタリアで同棲した。彼との間には、ブランディーヌ、小島、ダニエルの一男二女を産んだ。当時の貴族階級の慣例に従って生まれると間も、なく馬の手に委ねられた。作家としては1841年から1845年に、小説を初めて表した。その後ステルン名義で、ルポルタージュ的なエストワールデラレボリュシオンで1848を表し、 これが最も有名な作品である。その他にエス・スキース・モラーレス、トロア・ジュルネ・デラビデ、マリエス・スチュアート、フローレンス・イトリノ、イストアール・デ・コメンスメンツ・デラ・レピュブリーク・オペイズ、バス、メス・ウベニアズなどがある。ありがとうございます。